えっとですね、お店、まあ、セブンに滞在してる方からのやっぱりご相談で、お店を探したいと用意してないでしょうかと。まあ、安心のお店、お店を探す方法、評判のいいお店を探す方法ということで、なかなかネット上で出てこないですよね。で、マニラなんかだとまだ多い、日本人がまだ多いので、まあ、セブンも多いんですけども、狭い中で出会う率が高いってだけで、もちろん情報は少ないんですよね。で、もちろん遊びの選択肢も全然セブンの方が少ないということで、ネット上で探す方多いんですけれども、意外と見つからないということで、まあ、そんなにですね、やっぱりコロナでも大打撃を受けたので、選択肢もさらに狭まってしまった中で、なかなか見つけづらいという場合はですね、こういう現地在住の人間を使ってもらうといいかなと思うんですけれども、まあ、LINE で聞いてもらってもいいですし、まあ、とにかくぼったくりがない店ですね、クリーンな店っていうのが、を探すのがまず必須ですよね。で、やっぱり日本人のことよく分かってる人はちゃんとしてるマネージャーが経営してたりします。まあ、小町もその一つだと思うんですけども、まあ、その辺注意されたらいいかなと思います。海外移住されたい